リライズショートストーリー。本日は、トップロックキングダム、四次元生命体、ナチュラルグルーバーズ所属の、現在 SNS を通してダンス哲学を発信していらっしゃるビッグフィルさんをお招きしております。それでは、ビッグフィルさん、簡単に自己紹介お願いいたします。Hello everybody, my name is B-Boy Big Phil and I'm from Top Rock Kingdom, 四次元生命体、Natural Groovers and Street Dance Roots. Thank you very much. 本日は本当にリライズニュース、本当にお招きくださり、誠にありがとうございました。本当に光栄でございます。ありがとうございます。今ご紹介に預かりました、ビッグフィルと申します。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回はどうしてまだ私にちょっとお声かけいただいたかっていうのをちょっとお聞きしてもよろしいですか？はい、そうですね。ビッグフィルさんの SNS を拝見して、そのダンスと哲学ですね。ダンスっていうのはその外側への表現で、哲学っていうのは内側への探求だと思うんですけれども、そちらがこう合わさってこう表現してらっしゃるというところで、これからの時代に、この美しい時代を作っていく一人として、ぜひインタビューさせていただきたいと思ってお声掛けさせていただきました。なるほどですね。ありがとうございます。はい、ということは、リライズニュースっていうのは基本的にその明るい未来を構築していくっていうビジョンがあって、その軸のもと、まあ、こうやってインタビューする人をこう選んでいるっていう感じなんですかね。はい、その通りです。その中の人に選んでいただいてありがとうございます。本当にダンスと哲学なんですけれども、ご存知のように哲学っていうのはその現象の元を探求する学問なわけですね。要するに本質を探求する学問なわけです。で、結局要するに本質っていうのは中身のことですよね。でも表現っていうものは、中のその目に見えてない内側のものを表に表すと書いて表現なので、なのでダンスをする上で結局中身の探求をしないことには純度の高い表現っていうのはできないわけですね。そのために哲学が必要ということで、今、まあ、SNS の方でちょっと発信の方させていただいている次第でございます。本当にそんな、ね、あまりぶっちゃけ今のダンスシーンにはあまり需要のない学問にはなるんですけれども、そこにご着目いただいたの、本当に嬉しいことでございまして。で、ちなみに今日はなんか5つご質問をご用意いただいたとお聞きしてるんですけれども、そうなんどでのようす。なことをちょっと聞きたいのか、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか？はい。そうですね。まず一つ目は、ビッグフィルさんが現在どのような夢やビジョンを持っていらっしゃるか、そこをお聞きしたいです。ありがとうございます。ダンスに関してなんですけれども、今お伝えしましたダンス哲学っていうものを、まあ、そのストリートダンスのシーンにおいて初めての学問として、今後の、まあ、人類の歴史の中に残していけたらいいなと思って活動しております。これが今現段階、私が抱いている夢でございます。学問ということですね。学問でございます。その哲学を蓄積していくと、こう学問というふうになっていくということなんでしょうか。ですね、その学問の定義になりますと、まず学問っていうのは、そのすごく作り上げられた、練られた理論の上で構築された、まあ、その知識というか、その理論によって構築されるものが、まあ、学問になるんですけれども、この理論の純度は定義によってその純度が決まると思ってるんですね。で、この定義の純度っていうのは何で決まるかというと、まあ、ここ私とあなただけではなくて、全ての全世界の全ての人類、どんな人種であれ、どんな立場であれ、年齢、性別関係なく、全ての人に当てはまる定義っていうのが最も純度の高い定義だと思ってるんですね。この高い定義、純度の高い定義を使って組み立てられた理論で構築されたものが、まあ、学問だと思ってるんですけれども、要するにここだけで通用しても意味がなくて、全人類に奉仕できるようなものでなければ学問である意味がなくて、で、まあ、そういった意味のもと、こう才能がある人だけがダンスできるとか、センスがある人だけが、まあ、輝けるとか、容姿とかね、ちょっと本当にもうイケメンとか美女とかだけがこう輝くようなダンサーじゃなくて、本当に容姿とか才能、能力とか関係なく、すべての人が等しくダンスを楽しめて、そして自分の能力と
まあ、輝きを思う存分引き出せれるあのメソッドを本当に皆さんに全人類に広めて、まあ、全人類が差別なくあのダンスを自分のものにして、まあ、楽しめたりとか、もしくは輝かしい自分を表現できたりとかできたらいいなっていう目的のもと、ちょっとまあ学問にしていきたいなっていうのがあります。はい、全人類に向けて誰もができるものにしていきたいと、ストリートダンスを、はい、っていうことですよね。はい、私ダンスとか全然やったことないんですけども、そういった人でも、はい、その理論を学べばできるようになるというふうなところを目指している。それはちょっとなんか希望が持てますね。ダンスとかやっぱりかっこいいので、でもやっぱ才能とか見た目、そういったところが重要なのかなってつい思ってしまいがちなんですけれども、はい、そうではないというところなんですね。もちろんそれはあります。もちろんそれはあります。何の努力もなしにめちゃくちゃ上手くなっちゃう人もいる。どんだけ努力してもあの上手くならない人もやっぱりいますので、でそのまあほっといても上手くなる人はいいじゃないですか。もうあのほっといてもいい人生を送るんですから。でもあの問題は本当はダンスが好きなのに、こうどうしても上手くなれないで、結果的にまあ諦めちゃったりとかね、こういう感じになってるのがすごい残念じゃないですか。ですね、はい、あの最高とかナンバーワンとかオンリーワンとかは最終的にはその最後のね一滴のスポイトで垂らすテンポの際みたいなものは確かに必要だとは思います。ただ純粋にダンスが上手くなるとか、自分をかっこよくする、自分をよく見せるとか、そういったものっていうのは才能とかセンスとかじゃだけがなくても全員等しく必ずできると思ってるんですね。そこにはまあきっとあの同じ人類である以上法則性的なものが必ずあって、全ての人類には必ず全ての要素が兼ね備わっていて、あとはそれの引き出し方を知ってるかどうかっていう部分になってくると思うので、それを上手に、例えば本当にもし才能っていう話をするんであれば、まあ才能は全員等しく 100% あるんですけれども、ここであえて分かりやすく 1% の才能しかない人がいるっていうふうに例えますね。この 1% をまず 100% にするっていう方法がまず必ずありますし、でどうしても50までしか伸ばせないのであれば、この50しかないのを100に見せるっていう見せ方もありますし、とにかく自分の属性やあのまあその自分がどういうタイプかっていうのに合わせて、それに見合った見せ方っていうのは必ず全ての人間にありますので、あのこれを上手に伝えれるようになれば、本当に全人類がですね、あの私才能ないからとかそういうのがなく、全員が楽しく、まあ、ダンス楽しめるんじゃないかなと。であとあのダンスって先ほどもおっしゃられたようにかっこいいじゃないですか。でかっこよかったらですね、ぶっちゃけ言いますといじめられないんですよ。いじめもなくなります。おで、イケメンの女の子は何だ、イケガールなのか分からないんだけど、あのイケウーメンとかなれば、あの恋愛とかにも困らないわけですよね。わあの子好きだわ、ちょっとアプローチかけたいわ、でもどうせあの子すごい可愛いから僕みたいなしょぼしょぼのなんかダサ面は興味ないんだろうなっていうようなこともなくなるわけですよ。これを小学校の時点でもう全ての人類にこう教育施してみてください。もう世の中平和かと思います。はい、あなるほど、そのような風な効果というか、あそういったイメージがあるんですね。ではその前、そのダンスをその具現化、あ失礼しました、ダンスをですねその全人類にっていうところで学問体系化していくために、現在どんな目標や計画を立てていらっしゃるのでしょうか。そうですね、あのまあやっぱりまあ本当に普通の答えになっちゃうんですけれども、 SNS で発信して本を出して動画であのレクチャーをして、であの最終的にはそのダンスはやっぱり生ものなんで、こうここで僕が画面で踊っても皆さんにバイブスは伝わらないので、目の前で踊って初めて、まあ、バイブスが伝わったり、
とか、バイブスが伝わるっていうのは、このバイブレーション、まあ振動数なんですけども、これって人間のその、ちょっとダンスから話外れちゃうんですけども、人間のチャクラがありますよね。で、チャクラっていうのは3要素あって、要するに、まだ開いてない状態、開いてる活性化の状態、完全に開き切った状態っていう3つの状態があるんですけども、で、これらって、だいたい皆さんのチャクラってだいたい閉じてるんで、このチャクラのこの状態で振動させるときっていうのは、感情に連動して、これが振動するんですよね。だから、この出てくるバイブスっていうのは、自分の感情とリンクしてるので、踊ってるときに、こう、どれだけ表情を作ったとしても、相手に伝わるものが別だったりします。こう、すごいバトルモードだぜ、イエーみたいな感じで、こんな顔作ってても、でも実際は相手のことを憎んでなかったら、もうこれは表情作ってるなっていうのが、なんとなく相手は察しちゃう。そういうものっていうのは、まあ、結果的に、いわゆるその、また活性化されてない、閉じてるチャクラが出すバイブス、このことをオーラって言うんですけれども、これはバーバラ・プレナっていう女性が書いた光の手っていう本があって、もしオーラっていうものについて調べたかったら、バーバラ・プレナについてちょっとお調べください。で、もし開くっていう、この肯定とか活性化のことを知りたかったら、1920年にリード・ピータっていう新知覚協会の2代目会長の右腕、の方で、リード・ピータっていう人がいるんだけれども、その人が出したザ・チャクラっていう本があるんですけれども、それを読めば、チャクラが開くにはどういうことが必要かっていうのがわかります。でも、それはちょっと置いといて、まあ、そういった流れもあって、現場じゃないと伝えれない情報っていうものがあるので、まあ、最終的には現場に赴いて、自分のダンスを見せて、このバイブスが伝わったものには、ずっとその記憶は残るので、まあ、それで皆さんが、こう、言葉だけではなくてですね、こういう、目の前でビッグフィルのダンスを見たときに、僕はこういうふうに感じたんだよっていうのを、ちゃんと人から人へ語り継がれていけるようになれば、まあ、ひとまず、目標の第一段階がそれでクリアかなっていうふうには思ってます。うん、なるほど。実際、ビッグフィルさんのこう踊っている様子を、その現場で見るっていうことが、バイブスが伝わって、この振動がこう広がっていく、その、ところになるってことですよね。ですね、結局、その、なんだろう、文字媒体とか動画とか通じて、その動きとか学んで、理論を学んだとしても、その人の中のマインドっていうものが違うと、与えられた情報に対して捉える、その、いわゆる、捉え方が変わっちゃうんですよね。違うものになっちゃうんですよ。形が一緒でも感触が違う。形が一緒でも感覚が違うとかね。だから、で、あと、マインドが違うと目指す場所が違う。っていうふうになっちゃうので、それは直接会わないとそれって伝えれないものなんですよね。伝えれないものじゃない、伝わらないものなんですよね。で、先日も、ストリートダンスの始まりっていうのは、まあ、ヒップホップ、ブレイクダンスっていうふうに思われがちなんですけれども、でも実は、ストリートダンスだけに関して言えば、一番最初っていうのはロックダンスっていう、1970年代に始まったソウルトレインっていうアメリカのダンス番組が、で、その中で、まあ、ロックダンスっていうのが始まったんだけど、それが一番最初のストリートダンスなんですよね。まあ、実際はクラブで踊ってるからストリートではないんですけれども、それは一つ置いといて。で、で、そのロックダンスを作ったチーム、ザ・オリジナルロッカーズのメンバーで、アルファっていう人がいるんですけど、その人はこの間3月3日に70歳になったんですね。で、その人が70歳になったんですけど、日本に来たんですよ。日本に来て、ストリートダンスのルーツを伝えるために来たんですね。で、69歳、70歳の老人がですよ。踊ったところでもう当時のキレってないんです。技術なんかもう分かんないんです。ただ、その人が目の前で踊ることによって、あの時代に生きた人はこういうダンスをするんだっていうバイブスが伝わると、こういう人間がこういうダンスをするんだなっていうのは生でしか見れないんですよね。なので私もまあこう見えて実はもう40歳なんで、ちょっとまあいつまでちゃんと踊れるかがわからないので、まあできるだけこの5年以内にはちゃんとせめて日本だけでもですね、まあ全国飛び回って自分のダンスを見せれたらいいなとは思っています。では今はいろんなところでこうダンスをこう見せる活動をされていることが主な活動ということなんでしょうか。
いえ、ダンスに関してはですね、今まだ発信をしてる状、発信がメインですね。なので、SNS で発信がメインで、自分の中で段取りがあって、SNS で発信しながら自分の中での、理論とかを構築して、いろいろリサーチもしたいんですよ。例えば、黒人と白人と、日本人、アジア人ですね。アジア人の中でも日本人の、その音に対しての捉え方とか、文化的なね。例えば黒人だったらもともと、大自然の中で裸で槍を持ってウホウホ言いながら、これは女神信仰なんですよね。大地信仰。農作物とかがより育つようにっていうので、リズム、ドラムとかでリズムを作って、それでみんなで、大地の神様に対してお祈りを捧げるためにやったダンスが、最初のダンスなわけですよね。もともとダンスっていうのは、自己表現とか芸術とかじゃなくて、神への祈りとしてダンスっていうのがあったわけです。ただ、その音っていうのが、黒人と白人とアジア系では、違うんですよね。いわゆる、肉体に染みついて、慣れ親しんだ音楽っていうのがもう全然違うわけです。黒人だったらリズムのグルーブであったり、白人だったら、ヨーロッパの14世紀以降の、ルネサンス以降の芸術とか、バレエダンスとか、ピアノのクラシックとか聞いてもわかるように、メロディーラインの方で、音楽に対して快感を、快感というか、美学を感じるわけですよね。黒人は音楽のリズムが生み出すグルーブ感によって、それによって与えられる心地よさに対して、いいなと感じてるんです。で、日本人とか、アジア系の中でも特に日本人なんかは、リズムではなくて音色なわけですよね。冬だったら、言うたら風鈴とかのチリーンの音だとか、庭にあるその中、竹に水がこうバーってなって、コンってなるこの、コンっていう音とか、そういうものに対して、音色に対して、美学を感じるわけです。だから、それぞれの人種っていうのは、それぞれのアプローチが違ってるので、そこに対してちゃんと深掘りをした上で本を出したいっていうのもあるので、今はまだそこの段階なんですよね。で、その理論をしっかり構築した上で、で、動画でもちゃんとそのレクチャー動画を見せて、この音楽で踊るときは、こういう動きになるけど、でも、白人の音楽で踊ると同じ動きでも、ノリが違うよねとか、そういう感じで一個一個ちゃんと分けて見せて、それで最終的にそれをちゃんと学びたいですっていう人のところに僕が赴いてワークショップをやるっていう形で、それでようやく、ビッグフィル先生、これってどういうことなのっていうことが、なくなるかな。曖昧さ回避ですよね、言ったら。っていう感じなので、今はまだ、ごめんなさい、第一段階にもまだ手ついてない。届いてない状態です。そうなんですね。今の話を聞いていて、そのダンスの哲学っていうと、その人間共通といいますか、その人種とか人間っていうところにかなりビッグフィルさん関心を持って追求していらっしゃるのかなと思いまして、その表現としてダンスという形があるのかなというふうに感じたんですけれども、そもそもビッグフィルさんとそのダンス、ストリートダンスとの出会い、そのきっかけっていうのは一体どんなことだったんでしょうか？もうダンスとの出会いはもう普通ですよ。こうテレビで見てかっこいいなみたいな感じで始めたっていう感じです。最初は、TRF のサムさんが、この1994年の紅白歌合戦で片手で逆さになってたのが、あれがもう衝撃的すぎて、そっからダンスに興味を持った。で、そっからテレビですごいダンスが流行り始めましてですね、95年以降にもうダンスグループがいっぱい出るわけですよ。SMAP、V6、MAX、スピードとか、そういう感じで。で、それで、その後に TRF のサムさんが、レイブ2001っていうダンス番組を始めて、そこで初めて、ストリートダンスには、ヒップホップ、ロック、ハウス、ポップ、ブレイクっていうのがあるんだっていう、これ、ジャンルっていうんですけども、いろんなジャンルがあるんだなって初めて知って、で、その中で、やっぱりブレイクダンスに衝撃っていうか、もうブレイクダンスやりてえってなったのがですね、1997年、ナインティナインの岡村が SMAP のコンサートでウィンドミルを回ったんですね。やっぱあれが、うわ、かっこいいなってなって、
やりたいって、もう僕の世代はもうみんなそれです。岡村さんがこう、スマップのコンサートの裸の王様っていう曲の B メロのところでウィンドウ回ったのを見てみんな始めてます。で、ちなみに岡村さんはアメリカから日本にそのブレイクダンスっていうのがやってきたときに、大阪でブレイクダンスを広めたチームがあるんですね。これをエンジェルダストブレイカーズって言うんですけれども、そのチームのメンバーなんですね。だからテレビの向こうの人間がブレイクダンスをしたっていうよりかは、もともとブレイクダンスの根元の日本において、ね、日本のシーンにおいての根元の第一人者の人がテレビでブレイクダンスを広めたっていう結構壮大なストーリーがあって、ダンスを始めたきっかけはこんな感じですね。そこからその哲学というところの探求に行くところ、そこのこう気づき発見とか、その探求するしていくっていうのは、すごい、何かこう、やっぱきっかけがあると思うんですよね、ビッグフィルさんの中に。そのあたりはいかがでしょうか。そうですね。これは本当にいい先生と出会ったからだと思うんですよね。じゃあ、テレビで見ました。わ、やりたくなった。で、高校卒業してバイトしてお金が貯まった。で、それでスタジオを習いに行ったんですね。で、その時に大阪にまだスタジオって3つしかなかったんですよ。で、その中の1つ選んで行った先生が、すごいかっこいい踊り方をするんですね。その人の名前は、ニット、B ボイニット、ニットさんっていう人なんですけども、当時やっぱりブレイクダンスって言ったらみんな大技やりたがるんですけれども、そのニットさんっていう人は技じゃなくてダンスのところにフォーカスしてめちゃくちゃそこを磨き上げて、だから技を使わなくてもずっとかっこいいダンスをする人だったんです。偶然にもその人のところに行ったっていうのもあって、でもどう頑張ってもその人のかっこよさが出せなかったんですね。一歩目からそのかっこよさがもう出ないんですよ。1歩目から出ないってことは2歩目も出ないんです。だから1歩目をこう突き詰めて突き詰めていろいろ考えた結果、おそらくそれが今のその時はまだ学問っていう概念はなかったんですけど、でもその時から1歩目の美学っていうモットーを掲げて、いろいろ昔の上手い人たちとかを調べたりとか、こう本当にそのブレイクダンスの1歩目のこの立ち踊りのことトップロックって言うんですけれども、このトップロックの上手い人、このトップロックが上手い人の映像だけバーッと集めて、その人たちの共通点を見つけて、で、それを自分の中に落とし込んでいく。で、いうふうにやっていくと、今度は日本中でトップロック上手い人って本当にもいなくて、これはこのままだとちょっと日本で、日本は世界に置いていかれるなって本気で思ったんです。で、これじゃいかん。誰もやらないんだったら自分がやるしかないと思って、2006年にトップロックキングラムっていうトップロック、要するに1本目からちゃんと踏めますよっていう B-Boy の国を作ろうと思って、立ち上げたのがトップロックキングラムっていう経緯。で、これがおそらく、学問の入り口に行くまでの道筋のスタートラインがここなんじゃないかなっては思いますね。そうだったんですね。ああ、その学問っていうところまでのその入り口が、そのトップロックキングダムって国だったんです国ね。です。このトップロックキングダムっていう国に入ってこようと思ったら、まず一歩目が上手じゃないとダメっていう門番が2人いるようなイメージで、まずお前踊ってみろっつって、で踊ってみて、ポップロックが下手くそだな、まだ出直しといてみたいな感じのイメージです。ああ、でも今話を聞いていて、そのビッグフィルさんのやっぱその探求していく、その上手い人を集めてそれ落とし込んでいくとか、探求していくっていうその姿勢っていうのは、どういったところでこう身についたものなんでしょうか？たまたまその時に仲良くしていただいてた先輩が結構いろいろ理論的に考える方だったんですね。で、その人の影響もあってなんですけれども、で、なので何事も根元まで掘り下げないと、途中まで結果が良かったとしてもまだそこで悩み出すよ。だから一番深いところまで掘り下げて、掘り下げたらもう掘る必要がなくなるから、
こっからスタートしたらもう迷うことがこれからなくなるやんっていうのを聞いて、それで始めたっていうのがあります。で、そたうだなこんれでがすダンスね。哲学に結びつくかっていうと、その時はまだ結びついてなくて、プレイヤーの時代は、やっぱりいかにバトルに勝つかの方が強かったんで、まあ、俺はトップロックに対してすごいこだわり持ってるぜっていうのもあるんですけども、やっぱり、どうやってバトルに勝つかっていうのも、まあ、半分半分で考えてたんですね。で、そのうち、自分もいい年になりました。30過ぎました。後輩もいっぱいできました。で、そしたらその時にいろいろ指導もしないといけないですし、発言にも責任が帯びてきますし、で、あと、まあ、プライベートの方でもいろいろ、まあ、ちょっと教育することが増えまして、で、そうなった時に、なんだろうな、おい、俺って強えんだぜ、みたいな、ワンマンプレイではもうダメだったっていうようなマインドが切り替わる転換期が来たんですね。30過ぎたくらいに。で、その時にたまたま友人がですね、心理学を学んでて、で、私がそのフリーランスで映像を作ってたので、ちょっと心理学のセミナーをやるから、その心理学のセミナーの動画を作ってくれないかっていう依頼が来たんですね、その時に。でも僕は心理学の C の字もわかんないので、動画作れない。どんなものなのか、ちょっと見せてくんないとっていうことで、一回無料でそのセミナーに行かせていただいたんですね。で、その時に感銘を受けて、あ、学問って大事なんだっていうのに気づいたのが、32歳の夏ですね。そうだったんですね。なんかこう、聞いて、質問を重ねていくたびに、もうちょっと聞きたいことがどんどん増えてくるんですけれども、ちょっと今日は、もっといろいろ聞きたいことがあったら、ぜひ皆さん、ビッグフィルさんの方にということで、最後、リライズニュースのこの視聴者の皆さんに向けて、ビッグフィルさんの方から一言、コメントをお願いいたします。そうですね。まあ、早く喋ったつもりがもういよいよ20分が差し迫っているということなんですね。私の方から皆さんにお伝えしたいことはですね、本当にダンスっていうものは、例えばブレイクダンス、私がやってるのはブレイクダンスなんですけれども、もし私がかっこいいっていう要素を、私からかっこいいっていう要素を皆さんが感じ取っていただいているのであれば、それは私、ビッグフィル自身がかっこいいのではなくて、ブレイクダンスが私をかっこよくしてくれているっていうふうに私は思っています。で、これは私にだけに当てはまるのではなくて、全人類に当てはまると思っています。本当に、たまに、親御さんが子供のことを、私の子供はリズム感ないんですけど、ダンスできますかっていうのを聞いたりとか、もしくは普通に、俺はダンス好きだったけど、センスがないからやめたわ、と、そういう話を聞くと、すごい悲しくなります。で、今どう頑張っても、まあ、ブレイクダンスっていうのはオリンピックの、正式種目にはなってるんですけれども、結局、どれだけオリンピックの正式種目になっても、じゃあ、ラッパーさんとかがね、曲を出して、それが売れたとしても、で、あとは、まあ、今、D リーグっていうですね、ダンスのプロリーグっていうのがあるんですけれども、それはもうダンスシーンだけで見たら、すごい広くなったな、でかくなったなっていうふうに思うんですけれども、どうしても一過性のブームで終わっちゃうんですね。そうなると、形があるものは必ず、なくなるので、そうなるとですね、ブレイクダンスを通じて学べるものっていうのがなくなっていく。それは非常に個人的には悲しいことなので、それは永遠に残していきたい。だから学問でにしていくっていうのは、ここまでは私のエゴなんですけれども、ただ、これをすることによって、全人類に対する奉仕っていうのが、全人類に対する奉仕にもなると思ってるんですね。っていうのは、これは単にダンス楽しもうぜっていう話ではなくて、一番最初に戻るんですけれども、ダンスっていうのは内面を表現するものなので、結局内面を分かりきらないとダメなんです。で、内面ってなると何になるかっていうと、簡単に言うと、脳みそと心と精神。で、この精神の中、精神は魂っていうふうに考えてもらうと、脳みそ、心、魂っていう形になるんですね。目をつぶっていただいて、瞑想していただくと、内観していただくときに、いろんな声が聞こえてくるんですけども、これが脳みそのものなのか、心なのか、それとも魂なのか、どの声なのかっていうのを聞き分けれる人って、おそらくほとんどいないんですね。なのに、自分の本心に従いなさい、自分の本音に従いなさいって言われても、自分の本音が人によって惑わされてできたマインドなのか、
それともそういったものがなかったときに、もともと自分が持っていたマインドなのか、それすらもわからない中で表現なんかできるわけがないんですよ。その表現っていうのは結局人によって作られたマインドになるから自分じゃなくなっちゃうんですよね。そうなったときにみんな人生の中で必ず私が本当にやりたかったことは何だったんだろうかとか、でもしくは自分の子供が自分に対して僕はどうしたらいいですかっていう質問を投げかけられたときに、自分のしたいことをしたらいいんだよ、自分って何ってもし質問されたときに、果たしてその親は答えれるのだろうか。いや、ほとんどの人は答えれない。だって目つむって瞑想してサニワしていっても分かんないんだ。サニワっていうのは自分の内側にある情報を見分ける、区分けしていく技術のことなんですけど、果たして妄想なのか記憶なのかトラウマなのか、単純に肉体的な反射によって起きたマインドなのか、それとも感情的な反応によって生まれた考えなのか、そういうのを全部一個一個区分けして見れるようにならないと、人に対して表現っていうものを教育できないんですね。で、人に対して表現を教育するっていうのは、これはすなわち中身を全部熟知してる人じゃないとこれってできないんです。なので、これっていうのは、ブレイクダンスっていうか、ストリートダンスっていう形態を捉えたのは、それは私が熟知してるのがストリートダンスだからっていう理由だけであって、本当はこの媒体っていうのは何でもよかったんです。で、これを全世界に広めることによって、すべての人たちが自分の中に起きている情報を整理できるようになると、はっきり言ってしまうと、戦争なんか起きなくなるし、衝突起きなくなるし、自分の人生に対して迷いがなくなるってことは、すべての人類が幸せになれるし、そこにプラスして中身だけじゃなくて、これだけだと宗教と変わらなくなっちゃうので、これをいかに自分の人生や生活に当てはめるかっていうふうに、外に出すアウトプットっていう技法となったときに、ヒップホップ、ストリートダンスっていうのは、もうかっこよくないと本当に話にならないので、そこに結びついてくるし、で、あと自分の体を本当に思うように動かすっていうところで、肉体的な鍛錬にもなるし、本当に全ての要素がここに備わってるので、このダンスをしっかりした学問にしたときに、で、それを広めることができるようになったときに、まあ、世界平和っていうのはね、ほぼほぼ実現不可能だとは思ってはいますけれども、ただそれを担う一手の、まあ、助力っていうかね、助けにはなるんじゃないかっていうふうには思っています。なので皆さん、軽い気持ちでちょっとダンスかっこよ、ダンスしてみたい、ちょっと自分はかっこよくなってみたいっていう形で、気持ちで、ダンスを始めていただいても全然 OK ですし、めちゃくちゃ深いところまで知りたいねっていう方がいらっしゃれば、ぜひいつでもお声かけいただければ、いくらでもお話しさせていただきますので、魂の定義からお伝えさせていただきますので、魂には器と中身、核があるんですけれども、これについての内容から説明させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、今日はダンスの表現の話から内側の魂の話まで、ビッグフィルさん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。